トーニャ・マキシン・ハーディングは、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランド出身の元、フィギュアスケート選手。1992年アルベールビルオリンピック。1994年、リレハンメルオリンピック女子シングルアメリカ代表。1991年世界フィギュアスケート選手権に。位。1991年に女子選手として、史上2人目のトリプルアクセルを成功させた。 ディレハンメルゴリン直前のナンシー・ケリガン襲撃事件に関わっていた。後にプロボクサーやオートレーサーにもなった。1970年11月12日、オレゴン州ポートランドで生まれる。幼くしてスケートを始め、12歳の時にはトリプルルッツを成功させた。当初、コンパルソリーが苦手でなかなか思うような成績を残せなかったが、 1989年から1990年シーズンを最後にコンパルソリーが廃止され、以降は高いジャンプ能力を生かして頭角を表す。1991年の全米選手権でトリプルアクセルを成功させ初優勝を果たし、世界選手権への切符を手に入れる。当時女子選手でトリプルアクセルの成功者は伊藤緑に次史上二人目の快挙だった。 初出場となった1991年世界選手権では、クリスティー・ヤマグジに次ぐ2位となり、3位には、ナンシー・ケリガンが入り、アメリカ女子が表彰台を独占した。1991年から1992年シーズンのスケートアメリカでは、ショートプログラムとフリースケーティングでトリプルアクセルを成功させ優勝を果たす。1992年の全米選手権は、 かかとの怪我もあったが3位となり、アルベールビルオリンピックの切符を手に入れた。しかし1992年のアルベールビルオリンピックでは、前年まで成功していたトリプルアクセルがオリジナルプログラムフリー演技ともに着氷に失敗。結局ミスが響いて、総合4位入賞に止まり、五輪のメダル獲得はならなかった。1992年から1993年シーズンは、 不調に陥る全米選手権では4位となり、世界選手権の切符を手に入れることもできなかった。1994年1月6日、リレハンメルオリンピックの選考会となる、全米選手権の会場で、練習を終えたナンシー・ケリガンが何者かに襲われる、事件が発生した。俗に言う、ナンシー・ケリガン襲撃事件である。ケリガンは膝を大打され怪我を負い全米選手権を、 欠場ハーディングはこの大会で優勝を果たした。事件発生から2週間後、1990年に、ハーディングと結婚し1991年に離婚した元夫であるジェフ・ニルーリーらが逮捕される。ハーディングにも疑惑の目が向けられ始めた2月1日、元夫がハーディングに不利な証拠とともに、司法取引を受け入れた。全米スケート協会と、 アメリカオリンピック委員会はハーディングをオリンピックチームから追放しようとしたが彼女は法的措置をほのめかしてそのまま止まった。リレハンメルオリンピック本番でのハーディングはテクニカルプログラムでのコンビネーションジャンプでトリプルルッツが両足着氷となるミスを犯し10位と出遅れた。その2日後のフリーでは演技直前の6分間練習の後に靴の問題が発生した。 自身の出番になり、名前をコールされてもリンクに現れず、バックステージで靴紐を調整している姿が放送された。失格寸前の1分50秒を過ぎに、ようやく登場した。しかしハーディングは、フリー演技が始まってから、最初のトリプルルッツが1回転となる。失敗の直後、突然泣き出して、演技を中断してしまう。ジャッジに対して、リンクの縁に、 右足スケート靴を乗せながら靴紐の不具合を訴えた。ジャッジはハーディングのフリー演技のやり直しを認め、ハーディングはリンクサイドでコーチや関係者と靴紐の調整を試みるがすぐに解決することはできずバックステージに戻っていった。次の出番であるカナダの選手、ジョゼ・シュイナールは予定外の事態にすぐリンクに登場して演技を開始した。 ハーディングはそのグループの最後で、再びリンクに登場し、演技を最初から行った。1回目に登場した時にミスしたトリプルルッツが成功し、合計5種類の3回転も成功させ演技、終了時に笑みを見せたが、トリプルアクセルについては、シングルアクセルのジャンプに終わり、最終順位は8位入賞に止まった。 リルハンメルオリンピックが終わった後の1994年3月16日、ハーディングは罪を認めることで、懲役刑を免れ3年間の執行猶予、500時間の奉仕活動、罰金16万ドルを受け入れた。その後、全米スケート協会は、1994年、全米選手権での優勝と1999年までの、 公式大会出場権やコーチになるための権利を剥奪した。プロのイベントには政権がされなかったが彼女を起用しようとするプロモーターは現れなかった。その後、アメリカのニュースで練習中にサンアクセルに挑戦する姿が放送されるも大きな反響を呼ぶに至らなかった。また、日本でも1994年に全日本女子プロレスがプロレスラーとして 獲得を宣言したり、バラエティ番組出演や、テレビ朝日、ニュースステーションでインタビューを受けたりするも、話題の人の扱いにとどまっていた。元夫にプライベートビデオを暴露されたり、同性している恋人に暴行を働き逮捕されたりと、話題を振りまいた。1996年には、映画、ブレイクアウェイに出演。長野オリンピック開催直前の1998年。 アメリカのテレビ番組で久々にケリガンと対面して、直接謝罪、マスコミはこぞって、和解成立と報じた。1999年、プロスケート選手権に招待され2位の成績を残し、プロスケーターとして再出発するかに思えたが、翌2000年にボーイフレンドへの暴行容疑で逮捕され、完全にプロスケーターとしての道が閉ざされた。2003年から、 プロボクシングにも挑戦し、プロボクサーとしてデビューした。またオートレースにも挑戦している。2014年、ESPN のドキュメンタリー番組34-30で、ナンシー・ケリガン襲撃事件を扱い、当事者として出演した。番組タイトル名は、ザ・プライス・オブ・ゴールド、金メダルの代償。同じく2014年2月、NBC で、 ナンシー・ケリガン襲撃事件の解雇番組が放送された。2017年、電気映画、i ーニャ市場最大のスキャンダルがアメリカで公開された。2018年1月11日、ABC では、トゥルース・ライズ、トーニャハーディング・ストーリーという番組が放送され、本人や、ナンシー・ケリガンら多数の関係者が出演した。2018年現在は、 ワシントン州で再婚して一時を設け、大工仕事などをして暮らしているという。1990から91年シーズンは、全米選手権と世界選手権、1991から92年シーズンには、スケートアメリカのショートプログラム及びフリースケーティングの双方でトリプルアクセルを成功させている。成功はこの4回だけであるが、公式大会における、 ショートプログラムでのトリプルアクセル、トリプルアクセルからのジャンプコンビネーション、一競技会のショートフリー両方での成功はいずれも世界初だった。また、トリプルアクセル成功により1991年に行われた全米選手権女子史上初の技術点6.0をマークした。1993から94の全米選手権優勝は後にタイトル剥奪。 2002年3月13日、評判の下がったセレブリティ同士が、エキシビションのボクシングで対戦するフォックスの番組、セレブリティボクシングで、元アーカン総集の公務員でセクシャルハラスメントで、ビル・クリントン大統領を告発したポーラ・ジョーンズと対戦し、TKO で勝利した。2003年2月22日、マイク・タイソン対クリフォード・エティエンヌの前座で、プロデビュー戦を行い、 サマンサブローニングに判定負けを喫した。コメディセントラルの番組ザ・マンショーで再びセレブリティボクシングを行い男性コメディアンのダグ・スタンホープに勝利するがスタンホープは後に試合はやらせであったと暴露している。2004年3月23日カリフォルニア州オークランドでトレーシー・カールトンと対戦を予定していたが殺害予告があったことでキャンセルされた。 2004年6月25日、エミリー・ジョンソンに TKO 負け。持病のズダのために3勝3敗の戦績で短いボクシングキャリアを得た。ありがとうございます。